こんにちは、カンノです。今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、ハンカチ代わりに手ぬぐいを作ってね、使ってもらいましょうという話をね、ちょっとしたいと思うんですけども、私は仕事柄っていうか、手ぬぐいをいつも持ち歩くようにしていますし、実際ですね、今まで手ぬぐいっていうか、あんまりこのハンカチ自体持ち歩くっていうことがね、自分はあんまりなかったんですね、実は。で、手ぬぐいをね、扱うようになって、以前、お得意様からですね、手ぬぐいっていうのはすごくいいから、いっぺん使ってみたらって言われてですね、初めて手ぬぐいをですね、使うようになったんですね。そうしますと、やっぱりすごく使い勝手がいいね、すごく使いやすいもんだっていうのが分かったんですね。もうそれからずっと手ぬぐいはハンカチ代わりにね、持ち歩くようにしています。で、どういった手ぬぐいかっていうところなんですけども、私どもこういったものを、本沿いの手ぬぐいで、提供しています。販売しているんですけども、裏表じゃなくて色が通ってるんですけども、これをですね、持ち歩くにはですね、大体私の場合この半分をですね、3分の1にまず折るわけなんですね。半分をまたこれ半分に折るね、半分に折る。で、またそれを半分に折るんですね。で、こんな形になります。これを3つ。で、こんな形です。で、ハンカチよりもちょっと厚い感じですね。見ていただくと、ちょっと厚手になるんですが、ちょうどポケットに収まりがよくって、なおかつ、タオルなんかよりかも、薄くね、できます。で、手ぬぐいの特徴で、すごくこの吸水性がいいんですね。手触りもいいですし、吸水性もいい。で、汗なんかかいた時にはもうまむきですし、お手洗い行った時なんかではピピッと拭くだけですぐ取れます。ハンカチっていうのはね、あんまり吸水性っていうのは何回も洗ってたらいいんですけども、初めのうちはちょっとね、ゴワゴワした感じですので、それに比べるとこの本染めの手ぬぐいっていうのは、さらし方が違いますので、すごく吸水性がいいんですね。ですから、こういった形で使うということですね。ですからね、もし皆様もね、手ぬぐいなんかお持ち、あるいはいただいたりするときにですね、ハンカチの代わりにこの手ぬぐいをね、使ってみられたらいいと思うんですね。で、特にプリントの手ぬぐいではね、ちょっと今お持ちのハンカチとあんまり変わらないんですが、本染めの手ぬぐい、本染めで出来上がった手ぬぐいの手触りっていうのはですね、このハンカチのプリントに比べると随分違います。柔らかいですね。ですから、ぜひですね、本染めの手ぬぐいをハンカチ代わりに使ってみてください。よろしくお願いいたします。